お願いいたします。この度外務大臣を拝命いたしました岸田文雄でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。冒頭私の方から発言をさせていただきたいと存じます。今このアジア太平洋地域のこの戦略環境、大きく変化し続けております。その中にありまして、この日本の国益を守り、そして地域のこの安定平和に貢献するためには、この新内閣のこの外交の基軸、まずは日米同盟の強化であると考えています。そして二つ目として、近隣諸国との協力関係の重視、そして三つ目として、日本のこの経済再生のためのこの経済外交の展開、こうしたものを考えていかなければいけないと考えています。この三つの柱を軸に、大局的また戦略的観点を持って外交に取り組んでいきたいと考えております。まずこの日米関係ですが、日米関係につきましては、まず早期に総理の訪米を実現し、同盟強化の方向性を出していきたいと考えております。そしてこの近隣諸国との協力関係ということにつきましては、韓国、中国、ロシア、さらには ASEAN 諸国、インド、またオーストラリア等、こういった国々との間で大局的、戦略的観点を持って協力関係を増進させていかなければいけない、このように考えております。国にとりまして、死活的に重要であります領土、主権の問題でありますが、この問題につきましても、自国の領域を守るとの断固たる意思を持って、そして腰を据えてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。また北朝鮮問題ですが、断固した姿勢で臨んでいく、そして特に一日も早い拉致問題の解決に取り組んでいきたいと考えております。さらにこの自由貿易の推進は日本のこの経済外交の柱であります。国益に即して積極的に経済連携を進めていく、特に TPP につきましては、こうした方針のもと、これまでのこの経緯ですとか、あるいはこの協議の内容につきまして、しっかりと確認をし、把握をした上で、国益にかなう最善の道を求めていきたいと考えております。なお、私自身、広島の出身であります。こうしたこともありますので、核軍縮につきましては、積極的に取り組んでいきたい、強く感じて考えております。アジア太平洋地域の戦略環境につきまして、冒頭申し上げましたが、こうした戦略関係の変化に適切に対応していくためには、各国外相との意思疎通を図るということ、これは何よりも重要である、不可欠であると考えております。この観点から、私自身の外国訪問につきましては、可能な限り早期に開始し、そして積極的に、精力的に行っていきたいと考えております。冒頭私からは以上です。一番早く手が上がった奥の方。ニコニコ動画の七尾です。はい、よろしくお願いします。はい、前政権のですね、はい、尖閣諸島国有化に対する保険に対してですね、この国有化による今後の外交への影響につきまして、ご見解を。国有化につきましては、この国有化の進め方ということについて、このしっかりとしたこの準備、そして環境整備、手続き、こういったものを持って進めていかなければいけない、このように思っています。そして
前政権の進め方について、今一度しっかりと確認をし、そしてそれを評価した上で、現政権においてどういう今後の対応を進めていくのか、現実的にしっかり検討していきたい、そのように思っています。もう一方でお願いします。それではじゃあ、ちょっと待って、じゃあ こちら行きましょう。はい、はい、日中関係についてお伺いします。もう政策問題で明らかに、日中関係をどのようなアプローチで修復するお考えでしょうか。先ほど総理大臣が会議で伝えましたが、日中の外相会談について見通しについてお聞かせください。まず、日中関係は我が国にとりまして大変重要な二国間関係であるということ、これは言うまでもありません。その中にありまして、この、尖閣問題、この領土主権に関わる問題につきましては、尖閣列島が、歴史的に、そして、国際法的にもですね、我が国の領土であるということについては、間違いないと考えております。この領土主権の問題については、しっかりとした断固たる態度で臨んでいかなければいけないと思っています。ただ一方で、この日中関係、多くの互恵的な関係が存在いたします。この大切な二国間関係につきまして、ぜひ外相官におきましても、しっかりとした意思疎通を図っていかなければいけない。丁寧にこの対応していかなければいけない、そのようには考えています。では以上をもちまして岸田外務大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。